はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。突然なんですけども、福岡行ってみたいんですよね。まあ福岡といったらね、美味しいご飯だったりね、中洲だったりいろいろあると思うんですけどね、ちょっとね、九州今まで行ったことなくて、沖縄は行ったことあるんですけども、まあ九州、沖縄を除いた九州に関してはまだ行ったことがなくて、まあ福岡行ってみたいなと思うんですよね。なので来年の夏とかに行きたいなと考えてるんですけど、なんかおすすめの名所とかあったら教えていただけたらなと思いますね。もうほんとね、ご飯も美味しいしね、いろいろ綺麗だしさ、住みやすいって言われてるね、福岡であるんですけどね、まあいつか一回は行ってみたいなと思うんですけど、なかなか行く機会がなくて、ちょっとなんかいつか行ってみたいなと思うのでね、わかんない、この視聴者さんに福岡県民の方がいらっしゃるかどうかわかんないんですけども、どんな感じの場所なのか皆さんね、教えていただけたら嬉しいなと思います。っていうわけで本題、今回はパイロットの4プラス1ライトという多機能ペンを紹介していこうと思います。今回ほんと至って普通の多機能ペンで、なんかつまんないじゃねえかっていう話になると思うんですけども、ちょっと残念ながらいろいろ不幸があった多機能ペンであるのでね、ちょっと話していこうかなと思います。では見ていきましょう。はい、こちらが今回紹介するパイロットの4プラス1ライトっていう多機能ペンになります。もう一見普通の多機能ペンでありますよね。何も変哲のない普通に売ってそうな多機能ペンであるんですけども、こちら結構いいんですよね。なんですけども、いろいろ不幸があって影が薄くなってしまった、ちょっと残念な多機能ペンであるんですけども、今回はね、本当にこれいい多機能ペンであるので、ね、せっかくなんで今回は動画で1本レビューとして紹介の方していこうかなと思いますね。本当にいい多機能ペンなんですけども、ちょっとまあオワコン買ってっていうとちょっとあれかもしれないんですけども、人気がなさすぎてどんどんね、カラーラインナップを減らされたり、あと本当に影が薄くなってしまって、結構お店でもね、数1個に売られるようになってしまったっていうね、結構悲しい多機能ペンであるのでね、本当にこれ結構ね、いい多機能ペンであるのでね、皆さんにその魅力だったりを説明できたらなと思いますね。ということで早速レビューしていこうかなと思います。ではどうぞ。っていうわけで、まず最初に基本データの方から紹介していこうと思います。パイロットの4プラス1ライト、価格は500円プラス消費税となります。500円で最初に言ってしまうんですけども、5機能使えるペンとなっていて、非常にコスパがいいんじゃないかなと思います。カラーラインナップはクリアブルー、ホワイト、ブルーブラックの3色のみとなっています。実はこれ前には他の色もあったんですよね。今現在3色なんですけども、過去には11色もあって、その大半が廃盤となってしまったんですよね。まあ中には明るい赤だったり青だったりピンクだったりね、そういう結構ポップな色合いも売っていたんですけども、現在はクリアブルー、ホワイト、ブルーブラックってね、ちょっと渋い色しか販売されていないっていうことでね、本当にね、この時点で悲しい多機能ペンとなっていますね。なんでその色だけを残したんだろうっていうのはあるんですけどもね、なんと11色から3色に減ってしまったっていうね、本当に悲しい多機能ペンになっています。長さは約 14.9 センチ、重さは約 16g、 太さは約 1.2 センチとなっています。こちらの多機能ペンはシャープペンシル 0.5mm と黒、赤、青、緑の 0.7mm の油性ボールペンが搭載されております。インクに関してはパイロットっていうことでアクロボールインキーだと思われる方いらっしゃると思うんですけども、こちらは残念ながらアクロボールインキーではなくて普通の油性のインクとなっています。リフィルに関してはスーパーグリップのボールペンと同じものが使われていて、最近になってスーパーグリップに関してもマイナーチェンジがされて書きやすくなったっていうことで、かなり書きやすい方のボールペンなんじゃないかなと思いますね。というわけでデザインの方を見ていこうと思います。デザインはこんな感じとなっていますね。至って普通の多機能ペンということで、全体がプラスチック製ということで、かなり軽量なボディとなっています。16g っていうことで本当に軽いですよね。でデザインに関してなんですけども、この形状どっかで見たことあるなと思いません？そうなんですよね、じゃじゃーん。なんとこちら形状がドクターグリップ4プラス1と全く同じなんですよね。よく見てみると分かると思うんですけども、口金の形状だったりグリップの形状もそうですし、この消しゴムのキャップの部分に関しても全く同じなんですよね。その上互換性があるんですよね。ちょっと交換してみましょうか。はい、というわけでドクターグリップ4プラス1と4プラス1ライトの部品を交換しました。そうなんですよね、
このグリップと口金の部分と消しゴムのキャップの部分はなんと互換性があって、こんな感じで普通に入ってしまうんですよね。ドクターグリップ4プラス1のグリップと口金に関しては金属製となっているんですけども、4プラス1に関しては全部プラスチック製となっているので重さが全然違いますね。本当に4プラス1ライトに関してはめちゃめちゃ軽くて、ドクターグリップ4プラス1に関しては結構低重心な感じとなっています。ということで、形状が全く同じのドクターグリップ4プラス1と4プラス1ライトであるんですけども、簡単に言うと4プラス1ライトっていうのはドクターグリップ4プラス1の介護感であるんですよね。こちらは1000円プラス消費税であるんですけども、今回の4プラス1ライトに関しては500円プラス消費税ということで、もう本当に簡単に言うと介護感ということで安くなったモデルとなっているんですよね。そのため形状も全く同じでありますし、互換性もあるというわけなんですよね。パーツに関してもドクターグリップ4プラス1と全く同じものが使えていることが多くて、まあ、よく見てみるとこのシャーペンユニットのクリップの下の部分にあるこの出っ張りに関しても全く同じでありますし、このノックレバーに関しても全く同じであるんですよね。ノックレバーはかなり滑らかになっていて非常に出しやすい感じとなっているんですけども、4プラス1ライトに関しても同様にこんな感じでね、結構バネが強いと言いますか、バネが強いおかげで結構しっかりとしたノック感なんじゃないかなと思いますね。こんな感じでね、ちゃんと跳ね返る感じで、音がうるさいっていうのは残念な点ではあるんですけども、しっかり出て引っかかりもないのでかなりしっかりしているなと思いますね。こんな感じでスムーズにさっさと出すことができるので、かなりいい感じなんじゃないかなと思いますね。この中心のロゴに関しても似ていますよね。この上部にある模様って言えばいいですかね、4色プラスシャーペンということで4プラス1ということで、この模様に関しても全く同じとなっておりますし、パイロットのロゴの位置に関しても全く同じとなっています。シャーペンユニットに関しても質感は違うんですけども、全く形が同じですよね。上部の部分がこんな感じで平らとなっていて、シャーペンをノックするときに押しやすいように工夫がされているっていうのもありますし、まあ、ドクターグリップ4プラス1に関しては金属製となっているんですけども、4プラス1ライトに関してはコストカットっていうのもあるのでプラスチック製となっていますね。プラスチック製なんですけども、シルバーにこんな感じで塗装がされているんですけども、ここには銀箔が使われていて、かなり高級感のあるデザインにしているらしいんですけども、そんな感じには見えないですね。まあ、本当に普通の多機能ペンなんじゃないかなと思うので、高級感があると言われるとそういうのはないんじゃないかなと思いますね。で、こんな感じで出して、ここの平らな部分をノックすると写真が出るということでね、こちらに関してもかなりスムーズで非常に出しやすいんじゃないかなと思いますね。なかなかいい感じですね。で、先ほども言ったんですけども、上部には消しゴムがついていて、キャップを外すと消しゴムが出てくる感じとなっています。こちらはあくまでもサブ用ということでね、あんま使わないと思うんですけども、こちらに関してもドクターグリップ4プラス1と同様となっています。そして大きく違うのはグリップなんですよね。ドクターグリップ4プラス1に関してはドクターグリップと名前がついている通りに、まあ、グリップにこだわりを持っていて、かなり疲れにくいようになっているんですけども、こちらに関してはラバーグリップとなっているんですよね。まあ、こんな感じで滑りにくくて疲れにくいようになっているラバーグリップであるんですけども、まあ、ただのラバーグリップではなくて、こちらも結構こだわりがあるラバーグリップとなっているんですよね。こちら指にフィットするようなカーブが施されていて、そしてよく見てみるとこんな感じで穴が開いている箇所が4箇所あるんですよね。一回分解してみましょうか。分解すると分かると思うんですけども、分かりますかね。ちょっとズームしよう。こんな感じでね、よく見れば分かると思うんですけども、4箇所こんな感じで溝みたいな穴が開いているんですよね。分かりづらいかな。でもこれ明らかなんですよね。こんな感じで真ん中だけが色が違うと思うんですけども、ここは空洞になっていて穴が開いているんですよね。なので普通のラバーグリップとは違って少し柔らかい握り心地になっていて、さらに疲れにくいように工夫がされていて、これもなかなかいいんじゃないかなと思いますね。このね、結構安価なペンならではの工夫って言いますか、まあコストカットなのかどうかわかんないんですけども、こんな感じで真ん中に穴を開けておくことによってさらに疲れにくくしていて握りやすいっていう工夫を持っていて、本当に至って普通の多機能ペンであるんですけども、細部にはこだわりを持っている素晴らしい多機能ペンであるんですよね。
こういう4色プラスシャーペンの5機能のペンっていうのは1000円を超えてしまったり結構高いイメージがありますし、まあ、100均にも100円で4色プラスシャーペンっていうのがあるんですけども、僕の経験ではすぐに壊れてしまうっていう傾向があるんですよね。なのでこういう感じで500円で4色プラスシャーペンが使えて、その上質感がいいということで本当に手軽に使えますし、非常に使いやすい多機能ペンなんじゃないかなと思いますね。結構本当に色は3色しかなくて結構オワコン気味ではあるんですけども、そんなことないぞということでね、これも素晴らしいんだぞということでね、本当ぜひおすすめしたい多機能ペンなんじゃないかなと感じました。では早速書いていこうと思います。ちょっと左にメモが書いてあるんですけども、そこら辺はご了承ください。はい、書いてみた感じこんな感じとなりました。全然問題ないですね。普通に滑らかに書くことができますし、問題なく4色もシャーペンも使うことができました。アクロボールインクではないので、アクロボールと比較するとちょっと劣ってしまうインクではあるんですけども、全然普段使いには向いておりますし、インクのかすれに関しても多少はあるんですけども、気にならない程度なんじゃないかなと思いますね。 0.7mm ということで 0.5mm がないというのはちょっと残念な点ではあるんですけども、普通に事務用だったり普通に事務作業には全然向いている多機能ペンでありますし、めったにシャーペンは使わないと思うんですけども、シャーペンに関しても、まあ、グラつくにはグラつくのであまり書きやすくはないんですけども、普通に使える程度なので普通にいいんじゃないかなと思いますね。多機能ペンこだわりなくていいっていう方だったり、普通に使えればいいかなって方にはね、おすすめできる多機能ペンなんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じで4色あってシャーペンがあるということでね、まあ、どうしても4色必要なんだけど値段は抑えたいっていう方だったり、本当に使えればいいんじゃねっていう方にはね、全然おすすめできる多機能ペンではありますし、まあ、500円でこのクオリティっていうのも非常に素晴らしいと思いますし、結構影が薄い多機能ペンではあるんですけども、細部にこだわりを持った素晴らしい多機能ペンなんじゃないかなと思うのでね、これからも販売してほしいなと思いますね。はい、というわけで以上となります。今回はちょっとね、影が薄い多機能ペンっていうことで残念そうなボールペンを見つけたっていうことでね、ちょっとあんまり良くない動画かもしれないんですけども、パイロットの4プラス1ライトっていう多機能ペンの方を紹介しました。本当に手軽に使える多機能ペンでありますし、500円でこのクオリティっていうのも素晴らしいんじゃないかなと思いますね。非常に良くて本当に手軽に使えて、使えればいいんじゃないっていう方にはね、全然おすすめできる多機能ペンとなりますね。やっぱりドクターグリップ4プラス1も素晴らしい多機能ペンではあるんですけども、やっぱ1000円と手が出しにくいというか、普通の人から見ると高いんじゃねってね、感じる方が多いと思います。なので本当に使えればいいんじゃねって方にはね、4プラス1ライト、500円の4プラス1ライトの方をおすすめしますね。でも本当3色しかないっていうのがね、ちょっと残念だなと思いましたね。どうせならね、ポップな色、赤とか青とかも残してほしかったなっていうのもあるので、そこはちょっとね、勘弁してほしいなっていうのはあるんですけどもね、これからも頑張ってほしい多機能ペンでありました。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。